アーオルック軍は、台南部、クラビー県の軍の一つ。アーオルック軍は、アユタヤ町、王朝、ムアンナコーンシータマラート国主時代から集落が建設され、現在のタムボンナーヌア周辺に、クーエーン・パークラー王が形成されたことに始まる。この集落は、古くから、クーエーン・プカーサイの森にあったの像捕獲の作の運営を行っていた。クーエーン・パークラー王は、その後、 タムボンナーヌアに軍庁舎を建設し、パークラー・オ軍に解消した。初代の軍庁は、クンマノーテップ。しかし、パークラー・オ軍庁は、集落の中心ではなく、不便ということで、1917年に軍庁舎をタムボン・アーオルック隊に移動させ、木造2階建ての庁舎を建設した。同時に、軍の故障もアーオルック軍に解消した。 2000年には2階建ての新庁舎を建設。2001年に落成した。アーオルック軍は北から時計回りにプラー・イプラヤー軍、カオパノム軍、ムアンクラビー軍に接する。南西はパンガー湾に面する。軍の西はパンガー県、タッププット軍に接する。1998年9月30日に創設されたターンボーク・コラニー国立公園があり、104。 平方キロメートルの地域内に、石灰岩のカルスト地形海岸球や沖合の23島の島々を見ることができる。バンボ島村にはさらに、ピーフアイ島洞窟があり、戦死時代の洞窟壁画を見ることができる。アーオルック軍は9つのタムボンに分かれ、さらにその階に51の村がある。群内には二つのテイサバーンがあり、テイサバーンタムボンアールックは、タムボンアールックと、 タムボンアーオルックヌアの一部を管理している。また、テイサバーンタムボンレームサックはタムボンレームサックの一部を管理している。それ以外のそれぞれのタムボンはタムボン行政隊により行政が行われている。ありがとうございます。